皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、一日いろいろあったんだけど、まあ、楽しく過ごしたのでよかったかなと思います。今日までかな？ちょっと予定が多かったな。明日から少しだけゆっくりできる。とか言ってね、今日も、本当は午前中だけ予定があって、午後はゆっくりできる予定だったんだけど、なんか増えた。増えたね。まあ、それはいいんだけどさ。まあそういう日もあるよねーってことで。まあ特にね、大きな問題とかもなく、ちょっと予定が増えただけだから。前みたいにね、多忙とかにならなければ。とりあえず前に言ってた多忙の入り口が見えてきたってやつは、もう解決したからよかった。なんか最近ね、多忙の入り口に入る前の対策がうまくできてるなと、自分で思います。前までちょっとね、いろいろとね、問題の片付け方がね、弱かったというかね、浅かったんだよね、考え方が。今は多忙に対しての、多忙になったらめんどくさいっての分かってるから、その前に何とかしましょう、みたいなね。まあいいや、話が長くなりそうなので切り上げます。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。